どうもこんにちは、今回の動画はハトムギ化粧水の提供ではお送りしておりません。はい。で、今日はですね、オーストラリアで、なんかオーストラリアのシドニーにある空手道場のバイトのトライアルに行ってきたんで、その話をしたいと思います。まあ今ちょっとワーホリ中の方とか、ワーホリをね検討してる方は、もしよかったら動画最後まで見てってください。はい。で、そもそもなんで、ね、空手の道場のアルバイトっていう、ちょっと突拍子もない変なアルバイトをしようと思ったかと言いますと、今オーストラリアで仕事探し、アルバイト探しをするのってめちゃくちゃ大変なんですよ。そもそもまず日本からでもめっちゃ今オーストラリアに人が来てるんで、日本人同士で日本、シドニーにある日本料理店っていう狭いパイの取り合いをしてるんで、そもそも日本人向けのお店でもアルバイトを探しにくい。プラス、もう今日本だけじゃなくて、オーストラリアってね、移民国家なんで、結構その世界中いろんなところから、いろんな国から人が来てるんですよ。でも移民が来すぎて、オーストラリア政府がビザの取得の、なんか取得条件をちょっと最近改定して難しくしたんですけど、それくらいね、移民が多いんで、で、みんな移民の人たちアルバイトを探してるんで、結構ね、どの職種、どの業界でも今アルバイトの、職を雇ってませんっていうところが多くて、今本当にね、ワーホリで来てる人だったらわかると思うんですけど、本当に仕事探し大変なんですよ。っていうところに来て、もう僕もね、今一応ジャパニーズレストランでアルバイトをしてるんですけど、そこ一本だけだと生計が厳しいんで、セカンドジョブとしてもう一個他で働けるところを探してるんですけど、普通にね、応募しててもね、もう全然仕事見つかんないんですよ。わざわざお店に行ってね、履歴書お願いしますみたいな感じで持ってっても、じゃあちょっと考えといて後で連絡するわとか言って、もうどこもね、連絡返してくれないんで、もう拉致が開かないなということで、もうブルーオーシャンを狙うしかないとなって、今回ね、誰も応募しなさそうな空手のね、道場に行ってきました。で、僕、空手経験が全くないかって言われるとそういうわけではなくて、一応僕ですね、小学生の頃に空手を2、3年くらいやってたんですよ。まあ、めちゃくちゃ全然本当に上手くないんで、本当にもう、やってたって言えるレベルではないんですけど、まあ、一応空手をやってたんで、空手のね、やってた経験も活かせるし、日本人で空手やってるやつってなったら、結構オーストラリア市内、シドニー市内だったらさすがに希少価値高いと思ったんで、まあ、そういう理由で空手道場の、アルバイト応募することにしました。で、ネットとかでね、空手、道場、ジョブオファー、その求人みたいな感じで検索しても、まあさすがにね、空手教える、れる人募集してますみたいな、なかなか出てこないんで、もう近所のね、空手教えてる道場を Google マップで調べて、で、そこのホームページに、なんか、生徒として通う人用のコンタクトのリンクがあったんで、もうそこに生徒じゃなくて、ちょっと今アルバイト探してて、日本で空手、まあ本当は2、3年しかやってないけど、ちょっと持って5年もやってて、なんかちょっと僕黒帯で強いんで、ちょっと働かせてくださいみたいな、ちょっと嘘ついて持ってね、送ったんですよ。で、まあ、さすがには、ね、なかなか返事来ないかなと思ったら、なんか2、3件応募した中の1件からね、なんか次の日くらいに返信が来て、次の日に来ることってまあないんですよ。今本当にアルバイトどこもね飽和状態なんで、応募して1週間ごとに返信来ることとかザラなんで、即日とかその次の日とかに返信する来ることまあないんですけど、なんとその応募した次の日に返信が来まして、あ、ちょっと興味あるから、ぜひどうみたいな感じで、急に電話かかってきて、昼くらいに。電話かかってきて、え、マジっすかみたいな。俺もさ、もうこっちも、ね、返信来ると思わんかったから、あ、もう嬉しいです、本当もう、空手大好きで、もう子供たちに、オーストラリアにもね、日本だけじゃなくて世界中に空手の素晴らしさを教えたいです、みたいな感じで、もうめちゃくちゃ言いまくって、英語も喋れます何でもやりますみたいな感じで、熱意伝えたら、じゃあ、今から面接来れるって言われて。で、その日学校だったんで、ちょっと今からきついですけど、まあ、夕方学校終わるんで、面接行きますよって言って。で、一回面接行って、で、まあ、適当に喋って、じゃあちょっと次一回トライアルで、ね、お試しで一回来てよ、みたいな感じで言われたんで、それで今日行ってきました。はい。
で、僕のね、アルバイト先候補として行ったね、空手道場は、子供だけじゃなくて、シニアの部とか、大人の部みたいなのがあって、なんか子供と大人、子供、前半が子供で後半が大人みたいな感じだったんですよ。で、今日4時に行ったんですけど、最初の2時間は子供の部だったんですよ。で、まあ、なんか普通に子供たちにね、型とかを教えたりするのかな、こういうあるんですよ、正拳突きとかっていうね。型とか教えたりするのかなと思ってたら、なんか、とりあえず君、今日、一旦そこで座ってみといてって言われて、あ、わかりましたって言って、子供のね、部を、なんか教えることもなく、なんか、とりあえず座って見学してて、いつまで見学してんのかなと思ったら、もうずっと見学で、で、まあ俺もね、正直そんな空手教えれるほど自信ないからさ、まあ、見学だけで終わったらね、まあ、儲け話だなと思って、儲けもんだなと思って、ね、ずっと見学してたんですよね。もう2時間くらい。もう子供たちがね、やーとか、えいやーとか言って、なんか、あ、可愛いな、やっぱ子供は可愛いな、とか思いながら、ぼーっとね、見てて、で、もうあっという間に2時間が経って、で、次大人の部ですよ。で、大人の部は、まあさすがになんか、僕もね、その教師、講師として教えることになるんかなと思ってたら、6時になってね、大人の部が始まって、そしたらその師範、まあその道場の師範みたいな、一番お偉いさんみたいな人に、じゃあ、君こっち来てって言われて、あ、ついに俺の出番かと思って、そのトコトコって歩いてったら、じゃあ今日は一回、その生徒、動きも、君自身の動きも見たいから、一回生徒として参加してって言われて、で、一応なんか動ける格好で来てくださいって言われたから、こういう何、普通のね、黒シャツ、T シャツと半袖のね、まああとなんかスウェット、一応ボディアーマーのスウェット着て行ってたんで、まあ、さすがにちょっとは運動するかなと思ってたら、なんか普通にその大人の部のね、練習に参加させられて、で、まあ、久しぶりっていうか、もうそもそも俺空手全然上手くないしね。もう面接でも、空手の、なんか、まあ、さすがにさ、ね、オーストラリアやからさ、日本での空手の経歴とかね、証明できんくても大丈夫やろと思ってたら、面接担当してくれた師範代みたいな人が、なんか僕は日本で空手、日本に10年くらい住んでて空手をやっていて、日本語も少しわかるから、じゃあ君の通っていた空手の、道場の名前と、なんか、証明書を持ってきてほしいみたいな。空手って一応症状があるんですよ。3級とか2級とか、もうそろばんとかみたいな感じで一緒で、症状があるんで、その症状を見せてほしいみたいに言われて、いや、さすがに、オーストラリアなんで、症状なんて持ってきてないっすよって言ったら、ちょ、さすがにすいません。症状ね、一応あるんですけど、すいません。ちょっと日本に、実家にありますわって言ったら、じゃ、ちょっと実家の親に頼んで、ね、写真撮ってもらって、で、それ送ってもらって、送ってくださいって言われて、いや、マジかと思って。まあ、さすがに一応、空手自体は本当にやってたんで、まあ、症状とか取っとくったんですけど、もう症状だけじゃなくて、なんかその流派とかも聞かれて、もう僕は全然、なんか空手って一応いろんなね、流派があるんですけど、僕がそのアルバイト先の候補として応募していったのが、極真空手、よく聞きますよね。極真の流派の道場だったんですよ。で、極真空手はなんかこう実戦形式の空手で、組手って言ってこうスパーリングみたいな、実際のこう殴り合いとか、実際の強さを求める、まあ、それだけじゃないんですけど、まあ、簡単に言うとそういう感じの流派なんですよ。で、僕がね、通ってた空手道場は、それと真逆で、空手って型とかがあるんですよ。こういう、なんか、多分皆さんもね、一回くらい見たことあると思うんですけど、動画とかで。こういうなんか、型のね、綺麗さを競う種目みたいな流派もあるんですよ。で、僕はその実戦向きと正反対のその型の綺麗さを磨く方の流派の空手道場に通ってたんで、全然ね、応募したところと合わなかったんですけど、いや、でも僕、極真の流派ではなかったんですけど、その極真の他の道場から先生が来てくれて、極真の、なんか教えてもらったりして、一応なんか大会とかにも出たことがあるんで、教えれますとか言って、で、そしたら大会の、今度はなんか大会の成績を教えてみたいな。大会のなんか賞状とかトロフィーとかあるって言われて。いや、さすがにそれはないわと思って。いや、すいません。ちょっと小学生の頃なんで、もしかしたら賞状とかももうなくなってるか捨てちゃったかもしれないですねって言って、そこはなんとかそうやってね、頑張って乗り切ったんですけど、そんな感じでね、
もうなんかもうほんと、もう盛りまくって、もう継ぎはぎの状態で自分を作っていったんで、まさかそのトライアルで今日行って、練習に参加させられるとは思ってなかったんですけど、もうね、その大人の部が6時から始まって、練習一回じゃあ、ゴミ人間お前も参加してくれって言われたから、まあ、しゃあないかと思って、ね、参加したんですよ。で、まあ、ウォーミングアップで走ったりとかして、その後みんなでこう、突きとかをするんですけど、まあ、きついんすよ。うん、きついっす。一応空手やってたんで、最低限の突きとかはできるんですけど、言うても俺、小学生の頃とかなんですよ。本当に、小学校、低学年、中学年くらい。で、もう別に空手も別に好きで行ったわけじゃなくて、なんか親になんかもう習い事なんかやれって言われて、もう無理やり行かされて行ってたんで、めちゃくちゃ好きじゃなかったし、空手、正直。もう毎週金曜日の夜にやったんですけど、金曜日の夜ドラえもんがやっててね、僕が小学生の時。もう本当はドラえもん見たいし、ね、ドラえもん見れんからさ、なんかこうみんなとの、ね、こう小学校で友達とのクラスの会話の輪にも入れんかったしさ、これお前ドラえもん見たみたいな会話にもついてけんかったし、もう毎週金曜日、ほんと憂鬱でね、もうほん、今でも覚えてるもん、それ。もう全然行きたくなかったし、全然上手くもなかった。プラス、ね、そのめちゃくちゃ久しぶりやし、で、ただでさえそんな状態やのに、しかも俺、それプラス俺しばらくニート期間があったからさ、もうほんとずっと引きこもってたから家に。普段から全然運動習慣ないから、もうめっちゃきついんすよ。ウォーミングアップのちょっとした走りくらいでもうヘッドヘッドで、もうね、きつかった。まず、もうほんとそれに尽きる。もう、さっき今帰ってきたばっかなんですけど、マジでもう、服、汗びっしょりになって、もう、道場、ね、畳みたいななんか敷いてあるんですよ。ちょっと柔らかめの素材のなんか、畳みたいなやつが敷いてあるんですけど、もう俺がね、やってたとこの下だけもう、めっちゃ濡れてたからね、汗びっしょりで、もう死ぬほど今日汗かきました。もうめちゃくちゃ疲れた。でも俺、ウォーミングアップの時点でさ、もうバッテバテでさ、どこまで、ねえ、で、今日のそのトライアルで練習実際参加してどこまで行くんかなと思ったら、まあ、結構極真の流派なんで、実践的なやつだったんで、その最初一通り型、上段突き下段突きとかなんかその上段回し蹴りとか一通りの型をやった後に、じゃあ次は、じゃあ二人組になってって言われて、で、なんか、で、その二人組のね、ペアもちょっと悪くて、まあ、それはちょっと後で言うんですけど、まあ、二人組になってって言われて、はいって言って、で、一応その女は女同士、男は男同士、で、お互いその身長が同じくらいのやつと組むってなって、で、僕身長180ちょいあるんで、その一応オーストラリアの中でも結構でかい方なんですよ。で、なんか、道場の中に俺結構でかいやつと組まさせられて、ペアを。で、ペア組んで何するんかなと思ったら、じゃあ、その二人組で、ミット打ちやってもらいますみたいな言われて。で、空手ってね、わかんないです。僕、極真空手マジやったことないんでわかんないんですけど、時間大丈夫か？すいません。ちょっと結構動画長いんで、まあ、ラジオ感覚で聞いてください。その僕、極真空手のことに関してはわかんないんですけど、僕がやってた流派の空手は、そのミット打ちとか全然なかったんですよ。なんですけど、なんか、じゃあ今からミット打ちするから、交互で、持ってって言われて。で、こう、なんか、最初俺が持つターンになって、こう、そのペアのやつに殴られるんですけど、めっちゃパンチ強いんですよ、そいつ。もう、後でね、聞いて分かったんですけど、そいつ、俺よりちょっと身長高くて、僕が181、2センチくらいなんですけど、そいつ、俺よりちょい高いんで、多分185センチくらいあるんですよ。でさ、俺なんかこう見てもらったらわかると思うんですけども、ガリガリなわけですよ。もう、ザ・日本人、ザ・アジア人みたいな体型してるんですけど、そいつオーストラリア人で、もう外人ってね、ごついし、ちょっとふくよかな体型してるやつが多くて、で、そいつも礼儀漏れず、結構、まあ、がっちりしてる体型だったんですよ。で、後から聞いたんですけど、そいつ、体重85キロとか言ってて、で、俺体重ね、70キロないくらい、多分67、8キロくらいなんですよ。で、そいつ85キロとか言ってたんで、体重差20キロあるんですよ。最近ブレイキングダウンで、なんかアンポルキアとスダリオの戦いが、なんか体重差ありすぎて危険なんじゃないかって言われてたと思うんですけど、本当に体重差ってめちゃくちゃ危なくて、だって体重差20キロって言ったら、男と女みたいなもんですよ。男と女が殴り合いするようなもんですからね。
って考えたら分かりますよね。その危なさが。20キロ近く体重差あるから、もうそいつのパンチ正直白帯やったし、全然多分入ったばっかって言ってたから、空手の道場に。そんななんか、結構もうぐちゃぐちゃなね、肩のパンチやったんですけど、それでもさ、もう俺より20キロ重いからさ、パンチが重いんよ。もうこうやって、ミットこうやって持っとるけど。で、そもそも俺今日初めてミット持ったしね、人生で。こう、ぼよ、なんか殴られるんやけど、もう、こう、吹っ飛ばされそうになって、殴られるたびに。で、一通りパンチ終わって、じゃあ次、キック、蹴りやるからって言って、なんか前蹴りと回し蹴り、交互にやってって言って、で、もう、パンチよりもキックの方が重いから、もう蹴られるたびに、マジで俺吹き飛ばされそうになって、もう、おーみたいな感じで、もう本当にやばくて、で、一通り終わったと、じゃあ、次、じゃあ、役割交代で、次反対側がミット持って、反対側が殴って、みたいな感じになりまして、次は僕がね、最初ミット持ってたんで、後半殴る番なんですけど、ミット打ちとかやってことある人だったらわかると思うんですけど、めちゃくちゃしんどいんですよ、あれ。特に俺なんかトライアルで空手教えれますっていう体で来てから、その道場の一番お偉いさんみたいな人がさ、ずっと近くでさ、見守っとるからさ、サボるにサボれないんですよ。普通だったら多分こう、生徒が何人かいて先生がこうやって巡回していくから、先生がこういない時とかを見計らってちょっとサボれたりすると思うんですけど、もう、俺、トライアルでさ、自分の働きぶりとか見られるから、手抜くわけにもいかんし、ずっと先生近くにおるから、もうサボるわけにもいかんから、もうずっと本気で、もう最初の準備運動からもうずっと本気でやってるから、もう後半のそのスパーリングになって、もうそもそもスパーリングじゃないですね。ミット打ちの始まる前から疲れてんのにさ、もうミット打ちの途中も、もうサボるにサボれんからさ、もうずっと本気でやりまくるんですよ。もう、ここでね、働きぶり、ね、で、ちょっとでもできるの見せんかったら、バイト雇ってもらえへんから、頑張らなあかんと思ってめっちゃ頑張ってやるんですけど、もう本当にそれがきつすぎて、もう本当に全身から滝痩せてて、もうやばかったんですよ。でも最初パンチ終わって次綺麗ってなってキックの方がなんか足上げたりするんで疲れるんでもうキックしてる途中ほんと過呼吸になりそうになってもうマジでもう心臓何もしてなくても心臓の鼓動聞こえるみたいなもうバクバク言い始めてでしかも俺今日まあこれ自分が悪いんですけどそんな動くと思ってなかったからお水とか持ってってなかったんですよ。水休憩の時も俺水ないからさ、もう一人でずっとトイレの水をこうやって、トイレの水道水をこうやってすすって飲んでたんですけど、そう水もあんまり補給できてなかったのもあって、もうマジで過呼吸なりそうやったし、なんか熱中症で本当にやばそうな状態だったんですよ。で、だからもう本当に、もうこれはもうちょっと一回休むのやばいわと思って、ちょっとその、見守ってるね、師範みたいな人がちょっとそっぽ向いた時とかに、ちょっとごめん、ほんまにやばいから、ちょっとタンマみたいな感じで、ペアの子にね、その、85キロのオーストラリア人に、ちょっとだけ待って、みたいな感じで、ソリー、ウェイトみたいな感じで、ジャストウェイトって言って、ちょっと待ってって言って、言ったんやけど、そしたらそいつさ、なんかもう、白帯のくせにとか言ったらあかんけど、なんか、変に真面目なんか知らんけど、なんか、キープゴーイングオンみたいな。going on って言われて、俺がちょっとでもこうやって、はぁ、ってちょっとでもこう、休もうもんなら、going on って言われて、ほんま無理やってと思って、なんか、もう、ほんまに待ってみたいな、もう俺も、もう英語喋るくらいの記録もなかったから、もうほんまにごめんみたいな感じで、もうジェスチャーでさ、もうわかるやん、さすがに、見たら疲れとんの。ほんまに不明、ほんまに待って。お願いだからちょっと待ってみたいな感じで、もう泣きそうになりながら言ったんですけど、なんかそいつ、まあ、俺が英語で伝える力がね、なかったのもあるかもしれないんですけど、まあなんかそいつも変に真面目なやつで、なんか英語でなんか君はじゃあ実際の試合の時も疲れたらそうやって休むのかいみたいなこと言われて。なんやこいつと思って。ちょっとなんか嫌味なんで分からん。ちょっと俺の英語力がなさすぎて、嫌味かどうかも分からんのやけど、なんか、まあ、そいつはそいつなりに多分真面目で、俺を励まそうと思って言ってくれたんかもしれんけど、Hey! 君は実際の試合の時も、スパーリングをする時も、そうやって自分が疲れたら休むのか、違うだろうみたいなことを言われて、もうなんやこいつみたいな。お前、白帯のくせに調子こいとんちゃうぞと思って。一応、俺、茶色帯くらいやったからなと思って、自分、日本で空手やってる時、お前らや空手できるわと思って。そのね、白帯のやつに、とか、お前がそんなんボコボコ殴ってきたせいで、こっちも疲れとるんじゃボケとか思いながら、なんかもう、
頑張るよみたいなこと言われて、もうなんとか、まあそういう、そんなことになりつつ、マジで本当にもう倒れそうになりながらね、なんとかもうバイトに受かりたいっていう思い、もうその一心でね、なんとかやり遂げて、2時間近いね、練習が終わって、もうほんとね、もう練習終わった時はもうほんと感動した。あ、もうよくあれでやっと解放される。やっと帰れるみたいな。で、練習終わって、で、最後、帰る前にちょっと師範みたいな人にね、じゃあちょっとゴミ人間くんこっち来てくれるみたいな。あ、これで、まあ、バイトのね、合否みたいな、そういう話になるかと思って。まあ、ちょっと正直、ね、まあ、空手全然上手くもないのに、もう5年やってて、大会とかにも出てて、全然教えれますみたいな感じで、言った割には多分全然動けてなくて、まあ、自信なかったんですけど、まあ、ちょっと、こっち来てくれるって言われて。で、ちょっと、道場の端っこの方にね、連れてかれて二人っきりになって、じゃあちょっとそこ座ってって言われて。で、まあ、その師範が言う、に、から言われたことなんですけど、まあ、まずちょっと前置きがあって、いや、僕はね、一応ちょっと今、まあ、今年で60いくつになるんやけど、まあ、実はまあ、前にも言ったと思うんやけど、日本に10年くらい住んでて、空手、を日本で学んでたし、まあ、空手だけじゃなくて僕、キックボクシングもやってたんだ、みたいな言われて、あ、そうなんすね、って言って。で、キックボクシングなんかは、まあ、君は、まだ生まれてないから知らないと思うけど、K1 の前身のね、格闘技団体とかにも出てて、結構日本でもベスト8くらい、そうすごい輝かしい成績を収めてたんだ、みたいな言われて、あ、そんなすごい人やったんや、と思って。正直、結構おじいちゃん先生みたいな感じの方だったんで、そんなめちゃくちゃすごい人とは、思わなかったんですけど、まあ、なんかそんくらい輝かしい成績を収めてたんだって言われて、あ、師範そんなすごい日やったんですね。ああ、いや、それは道場も開けますよねって言って、いや、それはすごいですわって言って。で、そういう、まあ、輝かしい成績がある僕から言わせてもらうと、まあ、ゴミ人間くん、ちょっと君の動きは、正直、いまいちだったねって言われて。あ、ちょっと、まあ、悪くはないけど、正直、まあ、君の、レベルは、まあ、先生のレベルには達してないかな、みたいな。ちょっと、ティーチャーとして君をちょっと雇うことは、ちょっと難しいって言われて。まあ、薄々感づいてはいたんですけど、まあ、もう、ちょっと頑張ったけど、まあ、しょうがないか、と思って。まあ、ぶっちゃけ俺もね、そこの道場の練習に多分、先生として雇われても多分どうせついていけなかったと思うんで、まあ、わかりました。そうっすね。まあちょっと僕も久しぶりにやったんで、ちょっとスタミナとかもなくて、あんま動き良くなかったかもしれないです。わかりました。ありがとうございましたって言って、まあそれで今日終わりかなと思ったら、その師範に、まあでも、君の動きはまだまだ改善点があるけど、僕なら君のことを教えることができるみたいな。なんか、僕なら君のスキルをもっと伸ばすことができるよみたいなこと言われて、なんか、最終的に、まあ、バイトは落ちたんですけど、まあ、もしよかったら、生徒として、ここに通わないかって言われて、あ、そういうパターンもあるのねと思って、あ、なるほどねと思って、まあ、向こうもね、こんな使えんやつを教師として雇って金払うよりかは、生徒として雇って、道場のね、養分にした方が、まあ、賢い選択よな、と思って。なんか、生徒として通わないかって言われて。で、なんか、最初の1ヶ月は、まあ、師範が言うには、最初の1ヶ月は無料にしてあげるみたいに言われて。で、君は今、ワーキングホリデーで来てるってことは、仕事をしてるのかいって言われて。あ、今、ジャパニーズレストランでアルバイトしてますね、って言って。でも、ちょっと正直そこあんま稼ぎ良くないんで、まあ、正直、そうっすね。生徒として通うってなるとお金の面でちょっときついかもしれないっすね。って言って。まあ、正直別に金払ってまでそこで習いたくもないからさ。もうちょっと断ろうと思って。いや、ちょっと正直、ちょっときついっすね。って言ったら。で、そしたらちょっと最初の1ヶ月は無料にしてあげるよって言われて。で、みんなここに週15ドル払ってきてるけど、君はいくらなら払えるとか言って。ちょ、もう別にそんな通う気なかったから、まあ、月、そうっすね、まあ、週換算だとちょっとわかんないっすけど、まあ、月30ドルくらいだったら、まあ、ね、通えるかもしんないですね、って言ったら、まあ、適当に言ったら、あ、じゃあなんかそれ本気でちょっと検討しとくよ、みたいな言われて。で、それプラスなんか、もしちょっと君がここで、ね、生徒として通ってくれるんだったら、僕の友達の、なんか、ケータリングサービスをしてるレストランを紹介してあげるよって言われて、ええ？みたいな。
ちょっとまあうちでは残念ながら君を雇うことはできないけど、まあもし君がその気ならちょっと僕の友達がやってるレストランを君に紹介することもできるって言われて、うわ、なんやそれみたいな。もう全然正直生徒として通う気なかったんですけど、最後それを言われてね、ちょっと、は、マジかと思って。もう最悪、最初の1ヶ月くらい通って、そこのバイト先紹介してもらったら、辞めるとかでもありやなと思って、まあ、検討して、まあいろいろちょっと話聞いたんですけど、まあ一応その紹介は、できるから明日、ショートメッセージで連絡するよっていう風に言われました。で、ただね、その道場に通うってなると、なんか道着と、なんかキックボクシング用のユニフォームをなんか買わなきゃいけないらしくて、それがね、合計、道着が80ドルとかで、そのユニフォームも50ドルとかするんで、まあ、合計1万3000円とかかかるんですよ。その道場に通う服装一式を揃えるだけで。だからまあ仕事紹介してくれるって言われたけど、どうするかなと思って、っていうね、条件を提示されたんですよ。ちょっと動画時間やばいっすね。なんか初めてやわ。こんな長い動画撮ったの。っていう話です。はい。ちょっとすいません。オチをまとめるのが下手くそすぎる。ちょ、最近マジ動画撮ってなかったからさ、喋るのも下手くそになってるし、すいません。ちょっとオチがなかったんですけど、まあ、そういう話です。はい。皆さん、これ聞いてどう思いますか？まあ、仕事探しの方法って、オーストラリアでのね、仕事探しの方法って、まあ、千差万別で、まあ、どんな手段を使ってもありだと思うんですけど、まあ、こういう手段、こういうパターンもあるのかと思って、まあ、今日は一つ勉強になりました。でも多分、空手道場はさすがに行かないかな。なんか、バイト先紹介してもらうだけ紹介してもらってね、その道場を辞めても、なんか、それはそれでね、まあちょっと申し訳ないし、まあちょっと要検討なんですけど、まあそういう話がありました。はい。まあ皆さんもね、もし今オーストラリアで実際に働かれてる方とかで、もし面白い話とかがあったら、ぜひコメント欄とかで教えてもらえると助かります。はい。そういう感じですいません。ちょっと動画時間が長くなりすぎました。ゴミ人間でした。もうコーラがうめえ。もう汗かいたとのこれ最高っすね。はい。じゃあちょっとこの後夜ご飯食べて眠りにつきたいと思います。おやすみなさーい。